バスターミナル外観発着条件場所、待合室、トイレロータリー袖ヶ浦バスターミナルは、千葉県袖ヶ浦市坂戸市場にある、バスターミナルである。袖ヶ浦市が運営しており、アクアライン連絡堂の袖ヶ浦インターチェンジ近くの国道16号沿いにある。1997年12月の東京湾、アクアライン開業を機に高速バスへの、 パークアンドライドを目的に設置されたもので、高速バスに乗り換えて、東京駅、新宿駅、横浜駅、羽田空港、川崎駅、品川駅、渋谷駅に移動することができる。2010年1月16日より、路線バスに路線の乗り入れが開始され、周辺各地域から路線バスと高速バスを乗り継ぎできるようになった。袖ヶ浦市内の主要観光テーマパークの 東京ドイツ村への路線バスとの乗り換えターミナルとしても機能している。また、木更津カナダバスターミナルに停車せず袖ヶ浦、バスターミナルのみ停車する便や、路線の利用者向けに、木更津市カナダにある、竜宮城スパホテル三日月の送迎バスも発着する。新聞報道によると、年間利用者数は、約112万人に上る。乗降場二面に、県売所、待合室、 トイレを備える建物一棟、タクシー、乗用車発着のためのロータリー、市営駐車場、駐輪場がある。5番線に発着する路線のみ一般路線バスで、それ以外はすべて東京湾、アクアラインなどを経由する高速バスである。以下施設はいずれもパークライドを前提に設置されたバスターミナルである。ありがとうございます。